皆さん、供託という制度はご存知でしょうか。多くの方が、供託って何？私たちにあまり関係ない制度では？このように思われているのではないでしょうか。実は、供託制度は私たちの生活のいろいろな場面に関係する身近な制度です。そして、法律秩序の維持、安定を図るという重要な役割を果たしている制度なのです。供託の簡単なイメージを説明しますと、例えば家賃の支払いや借金の返済で金銭等を誰かに渡す必要があるとします。その時に直接渡すのではなく、国の機関である供託どころに渡し、受け取る側の人は供託どころから受け取るという制度です。どうしてそういう制度が必要なのか、また私たちの生活に供託制度はどう関係しているのか、皆さんの周りに起こりうる事例によりご説明します。まず一口に供託と言いましても、いろいろな種類の供託があります。大きく分類するとご覧のような供託があります。一つ目の類型、弁済供託ですが、最も国民の皆様に利用されている供託です。この弁済供託で多い事例は、アパートやマンション等の家賃の値上げに納得しない借家人が家賃相当額の金銭を供託するというケースです。具体的には、大家さんが家賃の値上げを借家人に申し入れましたが、借家人がこれに納得せず、値上げ前の家賃の支払いを大家さんに申し出たところ、その受領を拒否されたので供託するというケースです。このようなケースでは、借家人はそのまま家賃を支払わないでいると契約を解除されてしまうという事態にもなりかねません。このような場合、法務局にある供託どころへ家賃相当額の金銭を所定の申請書であります供託書とともに提出すること、すなわち供託することによって、借家人が家賃を支払ったのと同じ効果を得ることができるのです。このように弁済供託とは、契約の相手方が契約に基づく金銭を受け取ってくれない場合などに、その金銭を供託することによって債務を免れる手続きなのです。弁済供託については、その他にも様々なケースがあります。詳しくは WebTV 供託の事例、弁済供託で説明しています。合わせてご覧ください。2つ目の類型の執行供託ですが、この供託は弁済供託に次いで利用されることが多い供託です。執行供託の中でも多い事例は、裁判所から会社宛に従業員の給与に対する複数の差し押さえ命令が送付され、この従業員の給与のうち差し押さえられた金額に相当する金銭を供託するというケースです。このように裁判所から給与に対する差し押さえ命令が送付された場合には、民事執行法という法律により、会社は従業員に給与のうち差し押さえられた部分について支払いを行うことが禁止されます。複数の差し押さえ命令の送付を受けた会社については、場合により、この従業員の給与の差し押さえられた部分に相当する金銭を供託しなければならないことになります。このような供託を執行供託と言いますが、この供託の後、裁判所による配当手続きが開始され、差し押さえ債権者は供託どころ、法務局を通じて配当額の支払いを受けることになります。
行供託については、供託ができるケース、供託が義務付けられるケースなど、さまざまなものがあります。詳しくは、WebTV 供託の事例、執行供託をご覧ください。続いて、3つ目の類型の供託である、担保・保証供託について説明します。担保・保証供託は、ご覧のように3つに大別できます。営業保証供託というのは、例えば旅行業や宅地建物取引業など、取引の相手が不特定多数で、取引活動も頻繁な事業に関係します。このような事業では、取引の相手方に対して損害を与える可能性があるため、あらかじめ法令に定められた金銭を供託することが義務付けられています。万が一、消費者などの取引の相手が損害を被った場合、供託金から担保されます。この供託制度があることで、取引の相手方の不安の解消、さらには営業活動の活性化を促していることになります。次に、裁判上の保証供託について説明します。裁判上の保証供託とは、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法といった法律により、供託による担保の提供が定められている場合にする供託を言います。例えば、裁判所への訴えの提起に伴う訴訟における訴訟当事者の訴訟費用の支払いの担保のため、また、強制執行の停止や仮差し押さえの執行などの裁判上の処分に伴い、相手方に生じる損害の賠償の担保のため、裁判所が供託を命じたときに供託をするものです。もう一つ、税法上の担保供託についてご説明します。これは、相続税や贈与税などの国税の延納を許可、または猶予する場合に、将来的な国税の徴収を保障するため、納税者に一定の担保となる供託をさせるものです。以上の3つが担保・保証供託になります。続いて、4つ目の類型の供託である没収供託について説明します。没収供託にもいろいろな種類があるのですが、典型的である選挙供託で説明しましょう。我が国には衆議院議員の選挙から町村長の選挙までいろいろな選挙がありますが、何の制限もなく選挙に立候補できるとしたらどうなるでしょう。売名行為目的などの立候補者が乱立する可能性も高くなりますよね。そこで我が国では選挙の立候補をするのに一定の金額の供託を義務付け、一定の得票数に満たなかった場合にはその供託金が没収される制度、いわゆる選挙供託の制度を設け、立候補者の乱立を防止しているのです。最後に5つ目の類型の供託である補完供託についてですが、この供託は目的物の散逸を防止するために供託物そのものの保管・保全を目的としてされる供託です。さて、いくつかの供託を説明しましたが、意外と身近なところで供託制度が活用されていると思われたのではないでしょうか。これらの供託は供託を義務付け、または供託をすることができる旨の規定が法令にある場合にのみ供託をすることができます。そしてその法令の数はおよそ650以上あり、その数は年々増加しています。それだけ私たちの生活のいろいろな場面で関係する制度なのです。では私たちが供託をしなければならない、あるいはした方が良い
そういった状況になったとき、どのような手続きをしたらよいのか、供託の手続きについて説明します。手続きはご覧のような手順で行います。ステップ1、供託どころに行く。供託どころとは、全国各地にある法務局とその支局、そして法務大臣の指定する法務局の出張所のことを言います。供託どころには金銭の受け入れを取り扱っている供託どころと、取り扱っていない供託どころがあります。最寄りの法務局についてはご覧の法務局ホームページからお調べいただけます。ステップ2、供託書きの提出。まず定められた様式による供託書きに必要事項を記載して提出します。供託書きは OCR 用紙を使用して作成しますが、この OCR 用紙は全国の供託どころに置いてあります。供託の種類や供託の原因ごとに様式が異なりますし、記載内容も異なりますので、詳しくは最寄りの供託どころ職員にお尋ねください。ステップ3、審査。供託書きが供託どころ窓口に提出されたら、供託官が提出された供託書きや添付書類をもとに、さまざまな法律に照らしながら供託の原因があるかどうかなどを審査します。ステップ4、供託金の提出。供託の受理決定がされたときは、供託者は供託金を供託どころ窓口に提出します。ただし金銭の受け入れを取り扱っていない供託どころでは、日本銀行の本店または支店、あるいは日本銀行の代理店に供託金を納めていただくことになるので注意してください。ステップ5、供託書き正本の交付。供託が受理されると供託者に対し供託書き正本が交付されます。以上が一般的な供託手続きの流れになります。ただいまご覧いただいたように、供託どころの窓口で直接行う以外にも、郵送やインターネットを使ったオンラインによる供託の申請もできます。これでしたらご自宅のパソコンから供託をすることができるので大変便利ですね。オンラインによる供託の方法については、 WebTV オンラインによる供託の手続きでご紹介していますので、ぜひそちらをご覧ください。さて、供託という制度の概要をご理解いただけたでしょうか。供託制度というのは、私たち国民生活においていろいろな場面で関係する身近な制度です。そして法律秩序の維持安定を図る上でとても重要な役割を担っている制度なのです。供託制度に関する質問等がございましたら、お近くの法務局までお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。